山譲りの赤城を二つに束ねて三つ編み揺れてた。なぜだったのだろうと今も思うけれど、まだわからないよ。静かに席を立って浅見を握りしめて、お下げを切り落とした。それはとても晴れた日で、未来なんていらないと思ってた私は無力で、言葉を選べずに帰り道の匂いだけ優しかった。生きてゆける、そんな気がしていた。教室で誰かが笑ってた。それはとても晴れた日で。